今回もご視聴ありがとうございます。今日はシドニーにあるダーリンハーバーからお届けです。コマーシャルの撮影のお仕事をいただき、夕方5時にカメラクルーと合流しました。こちらは撮影機材、カメラ重そうですね。ダンサーを一人ずつ撮影していきます。今回出演するダンサーはこちら、ジェニー、キャレン、パトリックスです。去年の映像も流れてますね。今年はどんな映像になるか楽しみです。準備ができたので撮影場所に移動します。Let's go。生徒の子たちも撮影の応援に駆けつけてくれました。最初の撮影はこちら。中に入ってみると綺麗なスクリーンに囲まれた四角い部屋になってました。光と音楽が融合した空間で最初の撮影が始まりました。約30分踊り続けて最初の撮影からもうヘトヘトです。続いての撮影はこちら、野外ステージのコンサートで踊る場面です。どんどん撮影は進み、こちらが3個目のロケーション。はい、今ただいま、7時になりました。5時からシューティングを始めて、今だいたい3箇所で、踊ったり、アクティングしたりっていう場面を撮って、今から4個目の、ロケーションに移動です。今日はね、多分11時までの予定です。全部で6時間の、ね、シューティングの、予定になってます。デビッド・シドニーのコマーシャルの、プロモーションビデオですねになってます。どんな出来になるか楽しみですね。それでは次のロケーションに行っていきましょう。次はお酒を飲むシーンの撮影です。待ち時間もテンションの高いダンサーたち。はい、お酒を飲むシーンでーす。お酒です。お酒。イエーイ、 This is good greetings。 Woo。はい、休憩中に入りました。と前回もね、ビビッドシドニーに遊びに行った、動画を撮ったんですが、今回はそのビビッドシドニーの、プロモーションビデオ
の撮影をしてます。今回4人のダンサーとね、楽しく撮影させてもらってます。あと2時間頑張っていきましょう。続いてはモンベサファイアのブースの中に移動します。Where are we going? 中に入ってみると、はい、次のスポット来ました。ここで踊るらしいです。カメラセットするとすぐポーズ。いきなりブレイキンを踊り出すお茶目なジェニーです。ここではそれぞれのフリースタイルを踊っていきます。踊った後は写真撮影も行われました。はい、シューティング1個終わりました。めっちゃ楽しかった。久々にダンサーっぽい仕事してます。はい、みんな休憩中です。待ち時間寒い。エナジーチャージするために軽く食事を取ることになりました。非常に寒いです。こんな感じになります。外で凍えてます。寒い寒いよ。6月シドニー真冬です。風が吹くとめちゃめちゃ寒いです。下も薄着。今からご飯食べます。Darlene's got your details, so what we can do is we can put a little package of the footage together. Oh, okay. You're going to speak to Ben. Thank you. Thank you very much.終わってしまいました。強制終了。残念。もうちょっと撮影する予定だったんですけど、撮影終了。先ほどねご飯をいただいている間に、スタッフの方から連絡が入って、どうやら、ちょっとトラブルが発生したみたいで、これ以上撮影が続けられない状態になりました。本当はね、11時ぐらいまで撮影する予定だったんですけど、今ただいま9時、2時間早めに巻いて、今日のダンスの仕事は終わりになりました。まあ、こういう仕事のね裏側をもっとね紹介できるように動画回していきたいと思うんで、この動画が楽しかったと思う方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の Vlog でお会いしましょう。